新春紅屋弁当いただくっていうことで、お正月特製の新春紅屋弁当の実食の続きやっていきたいと思いますね。これが韓国料理の、韓国の祝い料理のジョンっていうやつですね。卵の付け焼きっていうふうになってます。椎茸とズッキーニと豚肉っていうふうになって、じゃあ豚肉いただきましょうかね。当店和漢豚菜なんで、一見ねこうフライみたいに見えるんですけど、あ、いいですね。グッさん美味しそうですね。じゃあいただきます。うん、あ、すごい美味しいですね。ちょっとお汁があるんですけど、その卵がお汁を吸ってて、豚肉とやっぱりすごい絡み合ってて、あと豚肉の上にちょっとだけその唐辛子が乗ってるんで、ちょっとだけピリッとしててやっぱ美味しいですね。当店やっぱり豚料理が自慢なんで、ぜひ当店来た際ですね、この豚料理を楽しんでいただきたいと思います。